くよです。葵だぜ。ねえねえ、なんか今年になってスマホゲームがいくつか炎上した結果に、提供中止になったって聞いたんだけど。確かにそういうゲームはいくつかあるな。私も今年に入ってからでパッと二つは思いついたぜ。ゲームってかなりお金と時間がかかるのに発売中止になんかなっちゃったら大損よね。でもそれを受け入れなければいけないほどにひどかったってことなのかしら。まあ、ゲームが発売中止になるっていうのは昔から結構あることだぜ。今は SNS で炎上するから数は多いかもしれないがな。そんなにたくさんあるの？よし、それじゃあ今回はとんでもない理由で発売中止になったゲームをご紹介するぜ。行ってみよう。今回最初に紹介するのはプロジェクト KV だぜ。あ、これ聞いたことあるわ。これはデュナミス1とスタジオアラヤによる新作ゲームプロジェクトだ。細かなストーリーについては省くが簡単に言うと人々が刀を帯刀してるのが、普通の世界にある学園都市を描いたスマホゲームだ。へえ、すごい雰囲気が良さそうね。しかし、このゲームは発表された瞬間に炎上をはじめ瞬く間にネットで盛り上がったかと思ったら、光の速さで開発が中止されてしまったんだ。どうして？実はこの開発をしていた会社っていうのはもともとはネクソンを退社した社員たちが集まって作った会社だったんだ。ネクソンって言うとメイプルストーリーとかマギノギとかテイルズウィーバーとか作ってる会社よね。10年以上前に遊んでいたわ。オンラインゲームのイメージが強いネクソンだが今メインになっている屋台骨の一つがブルーアーカイブ。確か少し前にアニメもやっていたわね。このブルーアーカイブは透き通る世界観で送る学園 RPG をコンセプトに、武器で武装するのが普通の世界にある学園都市に赴任した先生として、生徒たちを導いていくという内容になっている。運営を行っているのはこちらも今一番勢いに乗っている中国のスマホゲー会社ヨースターだ。ブルア海外にアズールレイン、アークナイツ、ジャンタマなどの軒並みユーザー数千万人を超えるレベルの、人気作品を連発しまくっているスマホゲー界で覇権を握っている会社だぜ。どのゲームも周りでやってる人が必ず一人二人はいるわ。それでこのプロジェクト KV とブルアカなんだが、よく見ているとそこはかとなく雰囲気が似てるんだ。うん、それ思ってた。この透明感のある世界観に武器の所持が普通の世界、そして学生が集まる学園都市が舞台。プロジェクト KV は学業都市など類似点がたくさんある。まあ、設定だけなら被ることがありそうな内容ではあるけど全体的な雰囲気がかなり近いのよね。そして極めつけはキャラクターの見た目。ブルアカのキャラクターにはヘイローという、天使の輪のような装飾があるんだが、なんとプロジェクト KV のキャラクターたちにも同じものがあるのが確認できる。がっつりやってるわね。ここまで話せばわかると思うが、このプロジェクト KV は人気ゲームであるブルアカをパクったゲームとして炎上したんだ。あらら、パクリはダメよ。でもさっきも話したようにこのプロジェクト KV のメンバーは元ネクソン社員で、ブルアカの開発メンバーだったことから、ただのパクリ騒動とは違うややこしい裏事情があるってことで話題になったんだ。裏事情って？ここからはほとんどがネットの噂や憶測になるんだが元社員たちは、円満退社ではなくてネクソンに不満を持って抜けた離反のような退社だったらしい。何かあったのかしら？これもネットでは給与面や創作面での不満だと言われて吐いても正確な理由はわからない。この退社の先頭に立っていたビョンリム氏は元ブルアカ日本版プロデューサー兼、統括ディレクターという高い立場にあった。給与も会社内では多い方で特例でリモートワークを許されている中の一人でもあったんだ。じゃあ、何が不満だったの？どうやらネクソンもかなり無理な経営をしていたらしくてブルアカで得たお金を、別のスタジオに回してスタッフへの報酬もかなり絞っていたらしい。その結果、このビョンリム氏は各分野の責任者クラスの人間を20人ほど引き抜いて新しい会社を立ち上げた。というか、リモートワークの裏ですでにプロジェクト KV を作っていたらしいぜ。かなり周到な計画だったのね。しかもネクソン内ではブルアカに続くプロジェクト RX というものが進んでいたらしく、それに先んじてブルアカに似たゲームを出されたことからかなりの動揺が走ったそうだ。本気で潰そうとしてるわね。たださっきも話したようにプロジェクト KV は開発が頓挫してしまったんだぜ。優秀な人たちを集めて完全にネクソンの裏を書いたのにどうして？一番大きな理由はブルアカユーザーからの怒りを買ったこと。独立を応援していたユーザーからも、全く新しいものを求めていただけに失望したと言われていた。まあ、これが一番よね。これには引き抜かれた社員の一部も驚いていたらしい。さらには PV などに批判コメントが集まると、削除して再投稿したりと批判に向き合わない姿勢も炎上を広げる原因となった。炎上した時は一度謝罪してからとにかく黙って時が過ぎるのを待つのが一番なのよね。
また開発スタジオ内でも問題が起きており、ビョンリム氏はプログラマーからは人望がなかったことで、社内にプログラマーが一人しかおらずホームページも外注だったり日本人の翻訳者がいないことで、日本企業との連携が取れないらしい。プログラマーと翻訳者って海外でゲームを作るなら特に大事な二つじゃない。翻訳者を雇わなかったのは一応全員がなんとなくの日本語を話せて、ネクソン社内では問題がなかったかららしい。でもそれは実際には見えないところで日本人社員の翻訳が挟まれていたんだろう。いざ独立してみると日常会話はできてもビジネスでは通じずに全く話が進まないそうだぜ。日本語は世界有数の難しさであることが知られているけれど、ビジネスで使うとなると、加えて尊敬語、謙譲語、丁寧語とかも必要になるもんね。さらには言動にも含みが多くて互いに裏を読み取れるのが当たり前だったり、最近では日本人でもついていけないビジネス用語がてんこ盛りだったり、こうしたことが重なって今では社内は重たい雰囲気でクリエイターたちは、自分のキャリアの終わりを感じて絶望しているそうだ。さすがに一度会社裏切ってで戻りはできないもんね。他の会社に入るにも印象が悪いわ。またこの騒動によってツイッターの絵師界隈でも分裂が起こっており、いわゆる同人頃と言われる話題性のために流行り物にばかり飛びついてプロジェクト KV のファンアートを描いてしまった人たちはブルアカ界隈から裏切り者と言われる事態にもなっているぜ。ゲームごとの派閥争いって結構激しいからね。そしてプロジェクト KV が潰れてしまった今は有力スタッフが多数いなくなってしまったブルアカにも不安の声が多く寄せられていて、一部ではここからブルアカもクオリティが保てなくなって共倒れするのではないかと言われている。プログラマーがいるからゲームシステムは大丈夫だろうけど、ストーリーはかなり厳しい目で見られることになるでしょうね。これから二つのスタジオがどうなってしまうか目が離せないぜ。マジで誰も幸せにならない展開だけは避けてほしいわ。二つ目に紹介するのはロックマンダッシュ3だぜ。おお、ロックマン。ロックマンはカプコンから発売している長寿アクションゲームのタイトルだ。ロックマンってどれぐらいの歴史があるの？一作目の発売で言うと1987年12月17日らしいぜ。マリオの4年後だな。どっちも世界を代表する横スクロールゲームだわ。そうだな。子供でも楽しくクリアまで行けるマリオに対して少し大人向けの難易度と世界観になったのがロックマンという感じだ。またロックマンは多くの人がイメージする二等身の小さなロックマン以外にも等身が高くなったロックマン X シリーズ、現代が舞台の RPG になったロックマンエグゼシリーズなど派生作品がたくさんある。スマブラの最後の切り札だと勢揃いする姿が見れるわね。そしてこのロックマンダッシュもそんな人気派生作品の中の一つなんだ。これはどんなゲームなの？ロックマンダッシュはロックマン生誕10周年に作られたシリーズ初の 3D アクション RPG だ。ロックマンを操作して街中を探索したり初の 3D バトルということで、新しいロックマンゲームの可能性を示したとして話題になった作品だ。この頃の 3D ゲームのポリゴンは味があっていいわよね。しかし、このロックマンダッシュシリーズは1997年に1作目、2000年に2作目が出たきり音沙汰がなくなってしまったんだ。何かあったの？単純に売り上げが新作を出せるレベルまでに達していなかったんだ。これによって未回収な伏線が山積みに残ったまま終わってしまった悲しいシリーズなんだぜ。あらら、それは仕方ないわね。ゲームは商売だし。これによってコアなシリーズファンはとてもショックを受けたんだが、2010年にまさかの新作のシリーズが制作されるという情報が入ったんだ。おお？10年ぶりに発売されることが決まったロックマンダッシュ3仮のおかげで再び世間でも熱が高まっていき、ネットオークションなどではシリーズをおさらいしたいという人たちが買い漁ったことで、未だにプレミア価格がついているところもあるほどになった。さっきから聞いてると良い部分ばっかり出てくるのに結局はこのゲームも発売されなかったんでしょ？ああ、3の開発が発表されたのは2010年9月29日。そして開発中止が発表されたのは2011年7月のことだった。この期間にあったことを考えればわかる人もいるんじゃないか？ 2011 年ってことは、お察しの通り、このゲームの開発中止の理由は東日本大震災。あの大地震によって3月のイベントで死流、4月にプロローグ版の配信が発表されていたのが全て頓挫。そして7月になってプロジェクトがキャンセルになったことが発表されたんだ。今でこそかなり昔のことに思えるけど、あれで大打撃を受けた会社は多かったもんね。ゲームだけでもかなりのタイトルがお蔵入りになったと思うわ。ただロックマンダッシュに関しては作っているのが天下のカプコンさんだ。もしも少しでも余裕があったならば作ってもらえるようにとファンが集まって、
ロックマンダッシュ3再起動プロジェクトを立ち上げて、今も続編のために声を上げ続けているんだぜ。今の時代はクラウドファンディングとかもあるし、融資で頑張って資金を集めることができたら、実現するかもね。実際いくらぐらいあればできるんだろう。これは一例に過ぎないんだが、かなり昔に発売されたセガのシェンムーというゲームも、クラウドファンディングによって続編を出すことに成功している。へぇ。そちらでは最終的に7億7千万円が集まったという。これでも技術者への報酬も考えるとギリギリだと思うが、もしかしたら叶うかもしれないな。これだけ望んでいるファンがいるなら実現してほしいわね。その時には私も買ってみるわ。三つ目に紹介するのはゲームボーイギャラリーだぜ。ゲームボーイギャラリーってゲームボーイアドバンスみたいなハードのこと？惜しいな。ゲームボーイギャラリーは1997年2月に発売されたファミコンやゲーム&ウォッチなど、過去の任天堂ハードの人気ゲームをリメイクして再発売されたものなんだ。最近で言うとミニファミコンとかが近いかもな。古いゲームって時間が経てば経つほどゲーム機自体が壊れたり、引っ張り出してくるのが面倒になったりしてやるのが大変になるからありがたいわよね。またこのゲームボーイギャラリーが人気だった理由はただの移植ではなかったところだ。普通の移植と何が違ったの？このゲームには昔モードと今モードという二つのモードが存在する。昔モードは言葉のまま発売当時のゲーム&ウォッチのキャラクターなどを動かして遊べるモードなのに対して、今モードはそれをマリオシリーズのキャラクターに置き換えて、新しくドットに書き起こしたものなんだ。おお、それは手が込んでるわね。ゲームって日々進化が目覚ましいから10年15年も前のゲームになると今の子供たちは、グラフィックの荒さなどを受け入れられずにいくら名作と言われても敬遠してしまうことが多い。漫画とかでもあるわよね。話は面白いけど絵柄が古すぎて受け付けないって。でもゲームボーイラリーは昔と今のモードを作ったことで、子さんも新規も楽しく触れられるようにしたというわけだぜ。バーチャルコンソールが生まれる前の時代にはありがたかったでしょうね。このゲームボーイギャラリー全部で4作品が発売されていて、1997年2月のゲームボーイギャラリー1ではマンホール、オクトパス、ファイア、オイルパニックが収録。1997年9月のゲームボーイギャラリー2にはパラシュート、ヘルメット、シェフ、バーミン、ドンキーコング。1999年4月のゲームボーイギャラリー3にはエッグ、グリーンハウス、タートルブリッジ、マリオブラザーズ、ドンキーコングジュニアが収録されていたぜ。一発でわかる名作もあれば、スマブラのゲーム&ウォッチの技から推測できそうなのもあるわね。そしてこのゲームボーイギャラリーには日本で幻と言われた4作目があるんだ。幻？ああ、このゲームボーイギャラリー4は開発や発売が発表されて実際に2002年には、アメリカやオーストラリアなど海外では発売されたんだ。しかしなぜか日本では発売されなかったんだぜ。え、どうして任天堂の大元がある日本だけ発売されなかったの？なんでだろうな。え？いや、これに関してはマジで理由がわかっていないらしい。当時から開発されていることや、海外で発売されているという情報はあっても、なんで日本だけ発売しなかったのかだけは未だに謎のままなんだ。え？たださらにゲーマーたちを困惑させたのは15年経った2016年のこと。なんと幻と言われた。ゲームボーイギャラリー4が Wii U のバーチャルコンソールに収録されることが発表されたんだ。いきなり？何かの理由があってもはや歴史の闇に抹消されたと思っていたゲーマーたちは、なんでこのタイミングで？結局なんで発売しなかったの？など疑問符が浮かびまくっていたぜ。実際にプレイしてみたらわかったりしないかしら？そう思って買ってみた人もいたみたいだがゲーム内の翻訳やロゴなどもしっかりと日本版になっていることからただの VC 移植でもないことが分かったらしい。これをもって本格的に何があったのかは謎のままになってしまったぜ。いつかこの謎が明かされる時が来るといいわね。ちなみに今はバーチャルコンソール自体が終わってしまったことで再び幻のゲームになってしまったみたいだぜ。プレイしたい人はスイッチオンラインに追加されるのを待ちましょう。四つ目に紹介するのはプロペラアリーナだぜ。当然ながらこれも聞いたことないタイトルだわ。プロペラアリーナはバーチャファイター、シェンムー、バーチャコップなどの開発で知られていたセガを代表する開発部門 AM2 によるフライトシューティングゲームだ。エースコンバットみたいな感じかしら。2001年10月4日に発売が予定されていたこのプロペラアリーナも突如発売中止が発表されて多くのゲームユーザーが悲しんだ一作なんだぜ。これはどんなゲームだったの？海外での正式名称はプロペラアリーナアビエーションバトルチャンピオンシップとなっていて、当時はゲームハードも作っていたセガの代表機であるドリームキャストから発売が告知されていたぜ。
ストーリーとしては第二次世界大戦時代の航空機を使った空中戦トーナメントに、いろいろな事情を持ったパイロットたちが出場するというものだ。へぇ。ルールはいわゆるドッグファイトデスマッチというやつで限られたエリア内で、何機もの飛行機が飛び回って機銃などを撃ち合うものになっている。まあ、よくあるやつね。またこのゲームの一番の魅力はオンライン対戦が予定されていたことなんだ。え、この時代にオンライン対戦？というか、これが当時のセガのゲームハードの強みでもあったんだ。実際にプロペラアリーナでもオフライン時で4人、オンライン時では最大で6人が同時にボイスチャットをしながら対戦できるようになっていたぜ。セガのゲームってものすごく先進的だったのね。そうだな。ただこの時代だとオンラインのネット環境を持っている人自体が少なかったことや、友達とやるときにもゲーム内でボイチャをつなぐ前に家電で連携を取る必要があるなど面倒が多かったんだ。俗に言う時代を先取りしすぎたってやつね。そしてこのゲームが発売中止になった理由なんだが、これにはある大きな世界的事件が関わっているんだ。世界的事件？ヒントは発売予定日だった2001年10月4日の1ヶ月前だぜ。2001年9月のって言うと、あ、飛行機がビルに追突した事件ね。その通り。このゲームの発売が中止になってしまった理由はアメリカで起きた同時多発事件となっている。これによって当時のアメリカ経済は混乱、世界の経済の中心であるアメリカが混乱したことに伴って、他の国でも大混乱となった。セガも例外ではなかったのね。ああ、さらに付け加えるなら大事件で多くの人が亡くなった直後に巨大ビルが、パッケージに映った飛行機バトルゲームなんて不謹慎で出せないっていうのもあっただろう。それなら1年ぐらい時間を空けてからとか無理だったのかしら。実は2001年当時というのはセガのゲーム事業がちょうど崖っぷちの頃で、元の発売日の半年前にゲーム事業からの撤退が発表されていたんだ。あらら。だから事件の影響が薄れた1年後などに出しても十分な売り上げが見込めないと考えたんだろう。いろいろとマイナスな状況が重なってしまったのね。ところがこのプロペラアリーナ、ネットを調べてみると発売もされていないはずなのに、結構な数のプレイ動画が出てくるんだ。どうして？何でも発売中止が発表された後に関係者の誰かが海外版のデータを流出させたんだ。それによって発売中止されたゲームでありながら世界には熱狂的なファンもいるという、おかしなゲームがプロペラアリーナだぜ。でも誰の目にも触れずに終わるよりは良かったのかも。今回最後に紹介するのは東方クロニクルゼロだぜ。東方っていうのは私たちゆっくりの元ネタのさらに元ネタである東方プロジェクトのことね。ああ、東方プロジェクトとハズンさんが運営している上海アリス弦楽団というサークルが制作した弾幕シューティングゲームシリーズのことだ。最初は個人で小規模の活動だったものが、ゲームやキャラクターの完成度から注目されるようになって、ニコニコ動画などの発達とともに今では一大コンテンツとなった。もう完全に同人じゃなくて商用作品のイメージよね。そうだな。東方はもともとが同人作品でありながら、あまりの人気から同人作品の同人作品がたくさん作られている。とても異例な作品だ。その中には一番スタンダードな同人誌以外にもカバー楽曲やゲームなどもある。最近ではそれらのゲームの一部がしっかりと企業と手を組んでコンシューマー用として発売していたりもするんだ。それで今回の東方クロニクルゼロっていうのはどんなゲームなの？このゲームは株式会社ノックノートという会社が制作をしていた二次創作ゲームだ。2025年配信予定の簡易弾幕シューティングゲームで、今の時代に合わせてプラットフォームはスマホやスチームになっているぜ。二次創作のソシャゲってことね。しかし、このゲームは公式 SNS が開設されて事前登録が開始されたところで、即座に問題が発覚してしまったんだ。問題？なんとこのゲームではアーリーアクセスも始まっていない。どんなゲームかわからない段階からガチャを実装したんだ。え、どういうこと？スマホゲーのガチャというとすでに稼働しているゲーム内で使えるキャラクターが出てくるもので、キャラクターの好き嫌い以外にもクリアできない面に合わせて回すものだ。でもこのゲームではゲームシステムすらまともに公開する前のどんなキャラが、有用かもわからない状態でガチャを実装したんだぜ。これっていいの？こういった形式だけのなら以前にもアイドルマスターシャイニーカラーズなどでも実施されていて、こちらは事前登録をした人たちがウェブ上でガチャを無料で好きなだけ回すことができて、そこで手に入れられた SSR を本サービス開始の時に引き継げるというものだったんだ。ガチャって回せるだけでも楽しいし、これはユーザーたちの注目を集める目的で大成功だったわよね。この東方クロニクルゼロも同じようなものなんだが、一つだけ大きな違いがあった。どんな違い？なんとこのガチャが課金制だったんだ。
え、まだ始まってもいないゲームで課金を募るの？これを見たユーザーたちはまずゲームシステムもわかってないのに課金は無理。さすがに背金主義が過ぎるとかなりの難色を示していた。しかも12連で3000円らしくて普通のゲームよりほんと気持ち安いだけだもんね。最悪、お金をドブに捨てるような気持ちの人じゃないと回せないわ。でも本当の問題はそんな金額の面ではなかった。この課金された金額の用途が開発費に当てるためとなっていたことで、これは一種のクラウドファンディングなのではないかという疑問が上がった。クラファンだと何かまずいの？これは2024年5月に東方二次創作全体のガイドラインとして更新されたもので、簡単に言うと、クラファンは金額が膨大になることや持ち逃げなども発生するために、基本的に個別の交渉がない限りはやってはいけないことになったんだ。まあ、これで大きな詐欺でもされたら公式の方にも面倒が降りかかるかもしれないもんね。そしてこれをネット民に指摘された運営は独自解釈で大丈夫だと判断したというような言い訳を言って炎上する騒動になった。素直に知らなかったなら恩情もあったかもしれないのに。あ、でも器用だからどっちにしてもダメか。そこも面倒な炎上要素の一つで、このゲームは最初は株式会社ノックノートが制作していると言ったが、今は同人サークルの YU クリエイティブスタジオが買い取ったらしいんだ。企業が進めていたプロジェクトを同人サークルが買い取ったの？逆なら普通にありそうだけど。そうだな。普通に考えたら運営資金の規模から逆の流れが普通だ。これにも理由があって、実はこの会社とサークルの代表は同一人物らしい。自分の会社からサークルに権利を移したって何の意味があるの？おそらくこれは先ほどのクラファンのようなガイドライン上の問題が関係している。これは当然のことだが、営利目的と趣味目的での利用では営利目的の方が規制は厳しくなる。だからこの会社破壊者から個人になったという建前でガイドラインの抜け道を使おうとしたんだ。悪知恵はかなり働くみたいね。ここまでで相当な炎上になっていたんだが、さらにネット民が探っていったところ、開発期間に対する制作の進行度、ガチャ表記でのキャラクター名のミス、他作品からのコピペなどが見つかったことで会社は、そもそも東方のファンですらないんじゃないと認定された。綾波霊は草。中の人が日本人なのかも怪しいわね。ここまでの諸々の不祥事によって6月19日に運営側からガチャ課金分は全額返金されることが、アナウンスされた。そして7月26日には公式ホームページとツイッターアカウントの、両方が削除されたことが確認されたぜ。もはや課金ガチャがどうこうとかどうでもよくなるレベルでひどい会社だったわね。ということで、今回はとんでもない理由で発売中止になったゲームをご紹介したぜ。どうだった？今回の動画を見て改めてゲームって作るのに人でもお金も必要で大変なんだなって思ったわ。そうだな。最近は業界の風潮からゲームも無料で遊べるのが普通になってしまっているが、実際は途方もない作業で問題が一つ起きるだけで終了してしまうことを覚えておいてほしいぜ。たまにはありがたみを持って遊びましょうか。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。